関さんのその汗の出方とか見てまずいなと思ったので、俺はその金玉に精通してるというか、その金玉に関しては敏感だから、締めの言葉がうますぎてそこもグッときた。すげえなって思った。ということはもう加藤さんの采配なのかな。そう考えると緊急招集されたメンバーを一丸にするためのやっていきます。意外とうまくないか。そうね。あ、あとあれね、俺今回こ結構印象的だったのが関さんの金玉の話なんだけど、お前ら裏番組見た？裏番組でロデオがあったんだよ。ロデオの持つところがちょっと金属出てきてきて、そのロデオが揺れると金玉に当たるみたいな下りでいろんな人がその挑戦していったんだけど、後半の方に関さんの番組来て、関さんってここにさ、あのスーパーで売ってる袋入りの玉ねぎみたいなやつ金玉あんじゃん、こういうなんかこんぐらいでかいやあの金玉、それ持ってるからやばいだろうなと思ってたの。実際もう乗っただけでやばくて、もうみんな揺れてから痛い痛いって言ってたんだけど、乗った時からもう関さん見たことない顔してて、で俺はその金玉に精通してるというか、その金玉に関しては敏感だから、精巣捻転って言って金玉がねじれちゃう病気だったの、あの金玉袋の中で。でそれをあのねじれないように金玉の中であの手術して止めてるんですよ、こうやって紐で金玉袋と金玉を。だから金玉の痛みっていうのがすごい分かってるんですよ僕。それを知ってるから、痛みを知ってるから、関さんのその汗の出方とか見てまずいなと思ったの。でも関さんがやるって決めたことだし、関さん的にはおもろい方が勝ってほしい方が絶対正解だろうから、で実際おもろかったのよ。でも終わった後の関さんを見てどうしても俺心配になっちゃって、どうしても心配になっちゃったの。もうあのまあでもまああれもう絵面としておもろかったのが、キータ腰叩いて腰叩いてって関さん言ってたけど、僕ずっと叩いてたのラムちゃんね。ラムちゃんが関さんの腰叩いて金玉落としてると思って、ラムちゃんなんだと思って見てたけど、ね、ラムちゃんほんとそのなんか一生懸命ならな、何でもそのなんか物事にそのなんて言うんだろう、一生懸命当たる子なんだろうなって思ったのが、俺がその帰ってきた時に関さんに、関さんちょっと金玉上がってるかもしんないんでジャンプした方がいいですよって言ったら、上がってる？何がって言ってラムちゃんがテンパってた。何ですか？上がってる？ジャンプした方がいいとか言って、いやそれラムちゃんは反応しないでくれと思いながら、いいラムちゃん今違う、説明もできないし。そう、男はわかるからね、あれね、もうみんながよぎってたと思う。男としては痛みが絶対的にわかるし、でも関さんの心情も汲んであげたい。どうすりゃいいんだっていう時にラムちゃんが分かってないから、あ、どうしたらいいですか、どうしたらいいですか、叩く、カカ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 カ、じゃあ跳ねた方がいい、上がってる、そう分かってないからこそのムーブ。一番印象に残ってるのがどのシーンですか？あ、でも印象で言うと俺は、この木工先生がチンチン出しそうになったとこかな。もう頼っていいんだなっていう確信に変わったシーンなんだよね。わかるかな？この話もすんさっきしたんだけど、お前らが貼ってくれたクリップっていうのがちょっと信頼できないようなところが貼られてたから、どうなんだろうなと思ったけど、チンチン出して大将だって確信した俺は。この人についていけば間違いない。ガチで出す気だったよ。は？ゴムゴムだって。おもろすぎだろ。危ねえ。あ、黄色チーム、俺たちもマジで何もかけ、てか、黄色チームだけ緩かったの。なんでかっていうと、それは打足兄貴の手腕なんだよね、あれは。あれは、ほんと緩い人だから、お客さんの前とか関係なく、ほんとに寝てんのよ。打足さんは。椅子倒して。あれ、みんな黄色チーム見てるから、あ、自由でいいんだって俺たちは思うわけよ。だから、もう赤移動とか俺たちガンガンすんのよ。なんかよく見てみたら、ゲーム中はみんな赤移動しないの。みんな自分の席で見てんだけど、黄色チームだけ、モコ先生の席にみんな、ズカ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 って行ったり、すげえ赤移動して。で、そのエーペックスの時も、その、ユリースの画面を直で見たいからつって、ユリースの後ろに男4人くらいバーって集まって、こうやって見てて。で、それができたのは、もう、
先生のね、打足先生のその自由さがあったからこそ、自由さを見てこれでいいんだって思えたから、あのスタイルが取れた。俺もちょっとエッチな方、あれ、このエッチな方見てるときガチでちょっと写真撮られてるの気づかなくて、ほんとゾーン入っちゃって、俺そんな気なかったの、あの写真集見てるときに。これなんだけど、大将がネタで持ってきたえなちゃんの写真集があって、もこ先生の席の後ろで俺見てたの、マリオメーカーかなんかを。シャッター音とかもマジ気づかんかった、後ろから撮られてたらしい。なゾーンに入っちゃった、エッチな本で。でもね、あのボードが終わってんのよ基本的に。その下ネタ関係で言うと、あの裏番組の時もさ、もうずっとなんかさ、みちゃこがさ、あのなんだっけ、あのサッカーのゲームでさ、こういう 手つきをするとさ、ボードがっていう言い出すのよ。でそれで控え室でさ、あのえなこちゃんがさ、これ写真集をみんな男性どもに配るわけよ。でそしたら、これはこういう写真集はな、こうやるやとか言って、こうやってあの照らし合わせんだよ、ボードが。あ、やっぱこいつは本当に終わってんだなと思って、ガチでこいつは終わってんだなと思いながら。エロ親父、スケベじじい、最近スケベ親父動画加速してる。ああな、俺もそんなイメージなかったんだよね。VTuber がセクハラチックなことを言ってるサムネさ、絶対ボートからお顔が乗ってるもんね。一生 VTuber に痴漢してるからな、あいつ。FIFA ね、 FIFA もうちょっと活躍できたらよかったな。途中で落ちちゃってね、なんか俺の画面調子悪かったのよ。面白かったからいいんだけど、それは前提に聞いて、何の不満とかもないんだけど、1試合目の1点目、俺真っ黒のまんまシュート打ったのよ。だから俺みんなの歓声で分かったの、俺のシュートが入ったって。で2点目も、でもポストに当たって弾き球をもう一回入れたのかな。あれ右下に萌えさんがいるんだけど、萌えさんの画面を見ながらシュートしたの。俺の画面が機能してないから、萌えさんの画面を見て FIFA やってた。で、ちょっとさすがにちょっとここ直してほしいですって言ってお願いして、DP を変えたんだけど、その端子をね。でそしたら、あの、FIFA からログアウトされちゃって、で、もこう先生と一緒に応援してた。見てる側も面白かったでしょ、FIFA。宇宙開発したり PK でバーンつって。そう、FIFA ね、盛り上がったんだよね、マジで。みんな言ってた？熱量違ったもん。あ、だカロリーが余ってたってのもあった。ハイパーゲーム大会1戦目 FIFA だから。で、逆にみんなちょっと疲れてたけどね、終わった後。カロリー消費して。一戦目 FIFA はカロリー高い。あ、でも確かに、でも確かにみんなが、あ、ってことはもう加藤さんの采配なのかな、そう考えると。緊急招集されたメンバーを一丸にするための一戦目 FIFA。すごくない？実際それで俺は天月さんたちと長くなったしね。カモさんとかとも距離ぐっと縮まったし。完璧やん。目頭が熱くなったことなんかもあったな。いや俺、カモちゃんの、あの、マリオメーカー勝って、花道バーってこっちに走ってきたとかもなんか、もうバッと来たし、黒人さんがなんかバロラントで、もう全然違うチームだけど、活躍したのもいてバッと来たんだけど、最後締めの時に加藤さんが、裏でスタッフさんも俺たちも全員集めて、締めの言葉言ってたんだけど、まあ、俺が思った配信者40人、最高の配信者を集めて、できたこと、4年構想して頑張ってやりましたみたいな話をしてたんだけど、締めの言葉が上手すぎて、そこもグッときた。またできるように頑張っていきましょうって言ってた。頑張りましょうって言ってて、すげえなって思った。赤字なんだ。だとしたらもっとすごいね。今回でのストリーマーのなんか格の話とかってすんのあんま良くないかもしんないけど、やっぱり上がってくだろうからね。こういうイベントを開くにつれて。有料配信とかだって加藤さんが許さないでしょ。加藤さんが関わってるイベントで、しかも主催で有料配信にしましょうなんていう世界線絶対なんない。モコがえなこの CD 落とした時一緒にいたよ。一緒にいたよ。ずっと持ってたんだけど。モコさんがえなこちゃんの CD。バイ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 とか言って。あーとか言って、えなこちゃんが。写真撮りますーとか言って。モコさんテンパって。おー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 ってなってたよ。
現行犯、証拠を押さえられてた。いや、でもほんとよかった。いや、でもね、よかったよ。もこ先生。危なかった。もこ先生、FIFA とか出てて、もしなんか点とか入れちゃったりしたら、テンション上がってチンチン出ちゃうから。FIFA ね、点入れるとテンション上がっちゃうから。俺たちなんか男勢で抱き合うけど。その、もこさんの席ってさ、その女の子しかいないから、抱き合う人いないのよ。だからもうどこ、もうこの感じどこすればいいのってなっちゃって。チンチン出ちゃうから。そう、プロがユニフォーム脱いじゃう要領で、出しちゃうから。